君、はい、僕が死んだらよろしくね。任せません。運んで仙台に連れてってよ。オッケーオッケー。スカイツリー来てます。入れません。うまいね。一本で浅草に行けるから。これはお得ですなねおみくじ当たり前だけどやるとします。引っ越しいいでしょう。待ち人現れるでしょうです。叶いにくいでしょう。遅くなって治るでしょう。さあ今浅草にいますけれども、あと30分ぐらいしたらここを出なきゃなんないな。お待たせいたしました。東京メトロ銀座線をご利用いただきます。お足元に気をつけておりください。もう帰ります。帰るよね。もう見てください、この大量の袋。土産ね。幾蔵君にもう一つ物申す。トーク力をつけてください。トーク力をもうちょっと面白いトーク力をつけて、はい、いかがでしたでしょうか。日本全国鉄道路線環状の旅第2弾、新潟東京。やってみて感想なんですけれども、よく考えてみるとこのペースだと何年かかっちゃうんでしょうね。1回に4馬線しか乗ってないってことは大変なことになっちゃいそうな感じがしちゃうんですけども、この動画の中にもちょっと説明が入ってたんですけどね、次環状の旅は、おそらく12月になるかと。本当申し訳ございません。でまた12月にまた再開させていただきます。本編にもちょっとさっき言ったように説明があったんですけども、12月に行って、12月はかなりきつい日程になるかと思います。今までのねちょっと1回2回というちょっと環状している路線が少なすぎるということでですね、深夜バス本当きついです。二度と乗りたくないと思いました。ただ乗る機会があったらまた挑戦していきたいと思います。さて、皆さん、今回、環状の旅ご覧いただきましては本当にありがとうございました。第3回も12月にやる予定ですので、どうぞご覧ください。それでは皆さん、さよなら。